こんにちは、豊永あちです。今回は僕の定番メニューであるカオマンガイを作っていこうと思います。で、カオマンガイってどういう料理かっていうと、タイ料理なんですけど、鶏肉を茹でて、で、その茹で汁でご飯を炊くんですね。で、茹でた鶏肉にタレをかけてご飯と一緒に食べるっていう、そういう料理になってます。で、僕は以前にですね、ガパオライスを作ってみたっていう動画を出していて、その時はガパオライスを定番メニューにしてたんですけど、最近はカオマンガイもよく作ってます。で、ちなみにカオマンガイを作る時に、鶏肉を茹でるんですけど、その時にできる、スープっていうのが、めちゃくちゃうまくて、僕はぶっちゃけもうそのスープのためにカオマンガイを作ってるって言っても過言ではないです。というわけで早速なんですけど、カオマンガイの方を作っていきたいと思います。まず鶏肉なんですけど、150から 200g ぐらいで、今回は鶏胸肉を使っていきます。皮がある方に裏返して、フォークがあればフォークで穴を開けていきます。僕はフォークを持ってないんで包丁で穴を開けていってます。鶏肉を鍋に入れます。次にネギの緑の部分を鍋に入れるんですけど、僕は入れ忘れました。で、ネギを少し切って、これを細かく、刻んでいきます。こんな感じですね。次にパクチーなんですけど、根元を切り落として、茎を、切っていきます。葉っぱの部分を少し入れても OK です。鍋に水を入れるんですけど、鶏肉全体が浸かるぐらい水を入れていきます。こんな感じですね。鍋にさっき切ったパクチーと白ネギを入れていきます。生姜、ニンニク、ナンプラー、あとは塩を入れて蓋を閉じます。加熱していきます。次にお米なんですけど、僕はタイのジャスミンライスを使っていて、白米では作ったことないんですけど、白米だと美味しくなるかどうかっていうのはちょっとわからないです。鶏肉が茹で上がりました。こんな感じですね。これでもうチキンスープは完成なんですけど、このチキンスープでお米を炊いていきます。お米は 0.5 合分炊くんで、0.5 合分の目盛りまでスープを入れていきます。スプーンでちょびちょび入れていくっていう感じですね。お米はすぐに炊かずに10分ぐらいスープに浸しておきます。こっからタレを作っていくので、まずは白ネギを5センチ分ぐらい切ります。ネギが太かったらもうちょい短くてもいいんですけど、今回は、そんなに太くないんで、5センチぐらいに切ってます。で、みじん切りにしていく感じですね。切り終わったらお皿の方に移します。炊飯器のスイッチオン。生姜、砂糖、味噌、醤油、オイスターソース、レモン汁、ナンプラーを入れて、ナンプラーは結構好みの量で OK です。で、ごま油を少しで、水をスプーン1杯分ぐらいですね。あとは混ぜていくだけなんですけど、味噌が結構ダマになりやすいんで、よくかき混ぜた方がいいかなと思います。これでタレは完成ですね。茹でた鶏肉を鍋から取り出していきます。鶏肉を切っていきます。大きい部分はさらに半分に切ると食べやすくなると思います。お皿に盛り付けて、ジャスミンライスが炊き上がってるんで混ぜていきます。ジャスミンライスをよそっていきます。あとはパクチーの葉っぱをちぎってのせていきます。僕はパクチーは山盛りにのせますね。で、最後にタレをかけたら完成です。はい、完成です。いかがでしょうか。これがカオマンガイですね。めちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。めちゃくちゃ美味しいんですけど、完成ですね。次にスープの方を入れていきます。めちゃくちゃこぼしてもうた。めちゃくちゃこぼしてもうたんですけど、いかがでしょうか。めちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。これめちゃくちゃうまいんですよ。
というわけで顔まんがい完成したんで食べていこうと思います。めちゃくちゃうまい。もうタレが甘辛くてめちゃくちゃうまいですね。であとパクチーもうまい、うま、ん、すぎる。でこのまあジャスミンライスと、パクチーっていうのがあのめっちゃマッチしてるんですよね。うん。続いてチキンスープの方を飲んでいこうと思います。まあ、こんな感じですね。僕はカオマンガイはこれのために作ってるようなもんなんで、うますぎる。まあ薄味なんですけど、まあ、塩加減ちょうどいいし、あとは何あのパクチーがやっぱりこういい香りというかめちゃくちゃうまい。あいやかなりうまいな。うますぎてあのガブ飲みできますね。はい、完食いたしました。いや、めちゃくちゃ美味しかったです。あの、正直全然毎日でも食べれるぐらい美味しいですね。で、まあ、カオマンガイは、タレを作るのに結構調味料が多いんで、まあ、初期費用が2000円ぐらいかかるんですけど、まあ、材料は鶏肉と、白ネギとパクチーぐらいなんで、もう調味料を揃えた後は、まあ、大体1食200円以内ぐらいで、まあ、できると思うし、あの、まあ、めちゃくちゃ美味しいんで、まあ、ぜひ作ってもらえたらと思います。というわけで、まあ、動画の方は、あの、終わりにするんですけど、まあ、僕は普段ですね、まあ、料理系の動画っていうのは、まあ、全然出してないんですけど、まあ、普段は、あの、Twitter とか YouTube で自分のライフスタイルとか、あと考え方とかについて発信してるんで、ぜひチェックしてみてください。というわけで終わりにしておきます。ありがとうございます。